にちは、ルナです。今日は、皆様からたくさんリクエストにいただいていたグレイルの購入品を紹介していきたいと思います。イエーイ！はい。ってことでね、グレイルで私の気になるお洋服をたくさん購入したので、そちらの方を早速紹介していこうと思います。では、スタート！はい。私の今この着ているこのニットもグレイルなんですけど、こちらが配色ステッチオーバーサイズニットトップスのアイボリーになりまして、サイズはフリーサイズで、価格が1599円、税込み。めっちゃ安くない？ちょっとね、遠くからこういう感じです。こうやって結構オーバーサイズなニットなんですけど、こういう風にこことかにこうやって縫い目みたいな感じのデザインがあって、めちゃくちゃ可愛いんですよ。首元もこんな感じでアイボリーなんですけどこの色になってるかっていうと、あのね、洗濯しちゃって、洗濯した時にあのうちのブランケット、青いブランケットと一緒に入れたらちょっとね、色移りしちゃって、ちょっとなんだろう、ブルーっぽい感じになっちゃったんですよね。でも全然可愛いので、めちゃくちゃ普段から着てます。これはもうね、お尻とかも隠れるし、ちょっと短パン履いて見えてても、あのブーツとか履けばめちゃくちゃ可愛い。1500円ってやばくない？こんな感じです。ブーツ履くと、これは1500円のニットに見えますか？見えないよね。手のところとかもね、こういう風になってて、首元もこういう感じで、ここのデザインが可愛いですよね。かなりお気に入りのニットです。オーバーサイズっていうのがまた可愛い。では2着目トップスにします。もうね、 YouTube の撮影とかで着てたので見たことあると思うんですけど、こちらのトップスがパワショルカシュクールショートニットトップス、グレージュで、サイズは L にしました。ちょっとね、ミニ丈なので一番大きい L サイズにしたんですけど、そうだね、全然ぴったり着ています。で、こちらが999円、やばくない？999円ってやばいよね。一緒に合わせるためにレザーショートパンツ、ブラウンの M サイズで、こちらも999円を買いました。ちょっと一緒に着てみますね。せーの、ピュッ。はい、着替えました。こんな感じです。てか、レザーのこのパンツも999円なんですよ。めっちゃね、見えないで、結構ハイウエストでここまであるので、でもこれインしないで、こんな感じで着ています。レザーもめっちゃさ、ペラペラ感なく、しっかりした生地で、すごい、めっちゃいい。もう両方999円に見えないですね。で、このね、私的にこの首元の部分は、めっちゃ可愛いと思うんですけど、デザイン。このパフスリーブのこの肩がめっちゃとんがりすぎてて、これはどうなのかなって思うんですけど、まあ、全体的に見るとまあ可愛いかなって感じで着ているんですが、このここのとんがりだけがちょっと気になるかなっていう感じで、はい。でも生地とかはね、もう全然しっかりしてて、支障なく何回も着られそうだなっていう感じですね。これはこの合わせめっちゃ可愛くないですか？で、そうでね、ルナね、ブーツも買いました。ちょっと安すぎてね、いろいろ気になっちゃって、ブーツも買ったんですけど、このブーツが、スクエアトゥーロングブーツなんですけど、カラーがブラックで 23.5。私のサイズなんですけど、2499円。靴が2499円ってやばくない？もうこれもね、何度も撮影前に履いちゃったんですけど、いや、2499円ってすごいよ。グレイルすごいわ、本当に。こちらです。こちらのブーツを買いました。このね、つま先の部分、スクエアになっててめっちゃ可愛いのと、いい感じの、このヒールの高さ
が足も細く見えるしいいかなと思ってちょっと買ってみました。これを一緒に履いてみますね。何よりめちゃくちゃ履きやすいし歩きやすいです。びっくり。いや、めっちゃくちゃね、履きやすい。これこんな感じです。見えるかな、先っぽがね四角くなってんの。可愛くない？こんな感じです。めちゃくちゃ可愛い。この先のね形が可愛いですよね。上から見てこんな感じ。可愛い。どうですか、可愛くない？ちょっとこのね長さのブーツ持ってなかったのでいいなと思って買ってみました。そう、アウターもね買ったんですよ私。アウターがスエード X ボアムートンジャケットベージュのフリーサイズで3000円でした。3099円。アウターなのに3099円と思って、いやもうねびっくりすぎてね、いろいろ。私こんな可愛くて安い洋服見たことないよって思っちゃってテンション上がってもうめちゃくちゃ買っちゃいました。それがねこちらです。ムートンジャケットっていうの、ちゃんとめちゃくちゃもうしっかりした作りのアウターを買いました。めっちゃすごくないこれ。いやーこんな感じ。え、これ3099円って感じじゃない。びっくりびっくりびっくり。これめっちゃね、しかもねあったかいの。中がこういう風にボアになってて超あったかいんですよ。でこうやって切るとこんな感じです。めっちゃかわいいね。こことかにもベルトがついてたりとか、後ろはこんな感じ。このブラウンに合うね。どうですか、めっちゃすごくない？これ3000円。いや何回も言うけど本当にすごいなって思って。アウターとかも安いアウターとか靴とかってどうなんだろうって思ってて、質的に届いてみたらめっちゃしっかりしてたので、あれと思ってびっくりしてますマジで。まあもう今年着たやつもう来年に着ることあんまりないので、いろんな種類の洋服を着たいじゃないですか。そういう時とかにグレールとかで流行りのものとかをね買うのめっちゃいいですよね。はい、ワンピースもね買いました。ワンピースがこちら、もう私が大好きな形のワンピースです。着やすいやつ、こういうやつ。このワンピースがボリュームスリーブニットワンピース、ブラックの M1999 円です。やばい、1999円だよ。で袖の部分がこういう風にねキュッとなってて、ふわっとなってて、シンプルかつでも可愛いデザインのワンピースです。着てみたいと思います。はい、ワンピース着てみました。めちゃくちゃ着やすい。あのね生地がね、なんて言うんだろう、こうやってビヨーンってさ、めっちゃさ伸びる生地なんだよね。で超着やすいです。もう締め付けとかない。そしてねサラサラ、もう着心地も超いい。それと私が言ってたこのね袖部分めっちゃ可愛くないですか。こういう風にキュッとなってて、手首の部分はね、でここがふわっとなってるデザインで、肩とかもちょっとクシュクシュってなってるんですよ。分かりにくいと思うんだけど、これ M サイズなんですけど、私157センチでちょっとグレールのサイズ感が分からなかったので全部中間のサイズとか大きめにしたんですけど、157センチでこんな感じの丈感です。膝上ですね全然。はい、ちょっと中にさっきのパンツ履いてるのでふわっとしてると思うんですけど、こんな感じです。着やすい、全然しゃがんでも見えない、平気です。めっちゃ可愛いし着やすいし無難に使えるワンピースって感じ。これがさ2000円、1999円で買えるってもうめちゃくちゃお得ですよね。いやすごいいい。しかもこれにベルトとかはめてもね可愛いし、切り返しつけて自分で
で、このベルトとかをさ、ハイブランドのベルトとかにすると高見えしたりとか、シャネルのブローチここにつけたりとかすると高見えしそうですよね。いやー、かわいい。びっくり。ほんとびっくり、ほんとびっくり。はい。このピンクのニットを買いました。めっちゃかわいくない？今田美桜ちゃんがグレールのモデルをやっていて、このニットを着てたのがめっちゃかわいくて、ちょっと買ってみました。着たいと思います。じゃーん、着てみました。こちらのニットが、オーバーサイズニットトップス、カラーがピンクで、フリーサイズで1699円です。いや、1699円でこれだよ。しかもね、このサイズ感、フリーサイズなんですけど、一番最初に紹介したニットよりも結構大きめのオーバーサイズです。手とかもこういう感じで、幅も広くて、そしてさっき言ったみたいにめっちゃね、伸びるのよ、生地が。めっちゃ着やすいよ。そしてあったかい、超あったかいです。こんな感じの丈感です。後ろとかもお尻は絶対的に隠れる丈感ですね。で、手も伸ばすとこういう感じで出ない。で、ここもさ、ここから縦線が入ってて、裾のデザインがめっちゃ可愛いです。これ結構お気に入り。そしてこのピンクのさ、カラーもめっちゃ可愛いですよね。可愛い、かわいい。これ1枚でさらっと着られるのでおすすめです。いや、ハズレがないですね、今のところ。本当にワンピース、このワンピースちょっとね、今までカジュアルめが多かったんですけど、これはきれいめ系のワンピースを購入してみました。こちらのワンピースがパワショルボリュームティアードワンピース、アイボリーで M サイズで2499円でした。安いよね。ちゃんとした形のワンピースなのに2499円ってやばくないですか？ちょっと一旦着てみたいと思います。はい、着てみました。はい。なんかすっごいね、このね、きちっとした形のワンピースなんですけど、この下のさ、ボリュームがすごいんだけど。このスカートの、これはどういう、なんかね、下にね、こういう布みたいなのついてんだけど、まずこのさ、生地のさ、広がりがすごいのかな？すっごい。ちょっとボリュームすごすぎないか？これ。これはどうですかね。はい。カラーとかは可愛いんですけど、あと首元のね、この、デザインも可愛くて、この横がクシュクシュっとしたデザインになってて、パフスリーブ部分も可愛いんですよ。あと袖の部分にこういう風にボタンがついてて可愛いです。だけどスカートのボリュームがありすぎんのかな。でもここの切り返しは上の方にあるので、足はすごい長く見えるワンピースですね。とにかくボリュームがすごいかなって思います。ほら、もうすごいすごいよね。女の子とランチとか女子会とかの時に使えそうなワンピースですよね。これはちょっとスカートのボリュームがすごいとこ以外はめちゃくちゃ可愛いなっていう感じ。そして最後とね、まだ紹介してないのが一つあって、ストレッチフレアパンツなんですけど、カラーブラックで M サイズ2099円。あのね、そのね、あのズボンがもうめちゃくちゃ私プライベートで超履いてて、洗濯したらシワクチャになっちゃって、今ちょっとあっちに伸ばしてるんですけど、ちょっと取っていきたいと思います。この下めっちゃ広がってるパンツ、これめっちゃハイウエストなんですけど、もう何がすごいかって超履きやすい。見て、めっちゃ伸びるの。めっちゃ伸びます。こうやってもうビヨーンって、ストレッチ性半端じゃない。なのできついズボンとか嫌いな人とかめっちゃいいと思います。もうウエストも超伸びます。なのでちょっと着てみたいと思います。せーの、はい、履いてみました。こんな感じです。結構下が広がってる、ここが広がってるタイプのパンツです。こんな感じでね、グレールのトップスと合わせてみました。もうね、ここまでウエストがあるので結構ハイウエストで、そしてめっちゃくちゃ伸びるので、もうね、超動きやすいです。めちゃくちゃね、しゃがめる、全然普通に。めっちゃ履きやすいパンツでした。全部で何点だ？9
9点買って合計こちらです。17,581円。安っ、びっくりマジで。しかも全品送料無料でした。超安い、びっくり。しかもね、めっちゃ使える洋服ばかりで、もうね、最近私もうグレールの服ばっかり着てますってぐらい超着やすいし、普段着使いしやすいものがたくさんあって、私的にグレールめっちゃいいなって思いました。なのでこの動画が好評だったら第2弾とか第3弾もやっていけたらなと思います。9着も来ましたでもあのパンツとトップスとか何枚か買うだけでめっちゃ着回しできるアイテムが多かったので、もうそれもねいいなと思いました。そしてサイトの画像が上も下もグレールで組み合わせてあって、これに合わせるやつはこれが可愛いんだとかわかるので、もうセットで買えちゃったりできるとこもめっちゃいいなって思いました。はい、って感じで私のグレールの購入品でした。いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良かったなと思う人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。